あ、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。いやもうご無沙汰してるって言っても、動きはずっと追ってますよ。ボイシーとか、もうむちゃくちゃ忙しそうですね。いや、暇です、暇です。いや、でも、うん、まあ、書籍もありますし、はい、と、どころか、まあ、言っちゃっていいですよね。クラウドファンディングとか。あ、はいはいはい。そうですよね。いやいや、クラウドファンディングやっと7月1日にオープンですね。はいはい。どうしたんですか、なんか最近、どうしたんですか、もう。いやいや。やけくそなってんすか。そうそうそう。むっちゃ働いてないですか。多分ね、はい、四季が近づいてきてる気がするんですよ。いやそうですよ、多分そう、なんかお告げが来てんだなと思って。いやそうです、僕クワガタとか買ってましたけど、死にかけん時もうむちゃくちゃ元気でした。いやいや多分それ死ぬ寸前。そうそう、それ今最後の輝きだからなんすか、なんでなんかむっちゃこれなんすか、後で出てくるんすか。ああ後で相談したいこともあったんですけど、はい、俺ねボイシーの話したくって。なんすかボイシー、はいはい、なんかむちゃくちゃやられてますね。いやうちねボイシーの使い方ちょっとなんか覚醒しちゃってて、はいはい、今3つ使ってるんですけど、はいはい、その一般の方に出せるボイシーと、はい、それから社員向けの社内ボイシーと、オンラインサロン向けのオンラインサロンボイシーと。あれ社内向けのボイシーっていうのはどうやってるんですか。なんかボイシーってその鍵垢みたいなのありましたっけ。ありますあります。 あるんですか。単純にすんごい単純に、はい、ボイシーのこの発信用のアプリの中に押すと、はいはい、よいしょ、あもなんか切り替えれるだけなんですよ。あそんなんありましたっけ。はい、あもちろんその分かんないですよ、契約すれば。あなるほ ど, るほど。社内ボイシーは一個一個有料で契約なんで。あなるほど、そうそうそう。ってことは、うん、3つ喋ってんですか。3つ喋ってます。あ3つで、通常毎日2つ喋ってます。要はオープンのボイシーと、うん、はい、オンラインサロンのボイシーと、はい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 、で要はオンラインサロンはもともとはちょっと違ったんですけど、はい、毎日2000文字から3000文字、今の進捗状況を、はい、僕が喋るっていう。へでそれ文字起こしてあげるっていう、はいはい、まあ、どこかの、日本一の、オンラインサロンをそのままパクリに変えたんですよ。メンヘラの、そうそう、メンヘラサロン、ね、6月に変えたんですよそれを、はい、そのまま真似しようと思って、はい、ですこぶるやっぱり良くて、うん、で僕は打つのめんどくさいんで、はい、しゃべる方が好きなんで。あそれは文字起こししてもらってる。そうですそうです、文字起こしは人にしてもらってやってるんで。で、社内本当の社員向けのやつはどっちかっていうと、はい、毎日喋るとかじゃなくて、はい、例えば僕が車で移動しててガソリンスタンドでサービス受けてる時にこれ取りこぼしてんなと思ったら、給油中にこうやって喋って、こういう取りこぼしってうちも起きてるぞみたいな。あとか、なんかメモみたいな感じですね。社員にブチ切れた時に、はいはい、今日はクレームでーすいい加減にしろ、なるほどなるほど、うん、なるほど。まあ、クレームの時は明るく喋るんですけどそういうの、いや怖いな、クレームの時明るいのあそうかな、怖いな。でそんな感じで使い分けてるんですけど、はい、でも何が今ボイシーやっててすごいと思ってるかっていうと、今現時点で僕使ってるボイシーの使い方が、はい、いわゆる一般のボイシーで、はい、まあファンサービスできてるのと、はいはい、それから商品も売れてるのと、はいはい、それからオンラインサロンではオンラインサロンのメンバーの、まあ、情報提供できてたりとかするのと、はいはいはい、あとは僕と、うん、西野さんのボイシーを、はい、うちのスタッフさんが毎日聞いて読解力研修つって人材育成に使ってて、これがかなりやばくて。でなんすかそれ、どんなやつかっていうとこんな感じなんですけど、要は、はい、例えば西野さんのボイシーの NFT の実例紹介と注意点とかを読んで、はい、うちの焼肉マフィアで働くステージパフォーマーがこれぐらい毎日分析するんですよ、はい、これはどこに出してるんですか。Facebook の秘密のグループページにこれを読解力研修っていうページがあって、やば、そこで毎日鴨頭嘉人と西野晃のボイシーを聞いて、これはどんな目的で西野さんは喋ってんのかとか、やば、自分たちのビジネスに転用するとどういうアクションが取れるかとかを挙げて、なるほど。で、それをただやってるとモチベーション下がっちゃうんで、はいはいはい、読解力分析っていうのをちゃんとしてんな、やってて、僕とヒロキングが読んで、この読解力深いねとか、なるほど、新しい視点でいいねとかをコメントをもらえたら、はい、プラス3点いうのをやって、毎月結果をランキングで発表して、すごモチベーションを上げてレベルを上げていくっていうのをやってるんですよ。あと一応仮説検証してて、
多分毎日取り組んで量が増えてくると、はい、結局僕らにコメントを拾えてもらえる率が上がる。つまり量がちゃんと人材のレベルにリンクしてるかどうかのチェックをしたんですけど、完全にリンクしてて、やっぱり毎日やってる人って読解力が上がっていってるっていう、それが分かったんで、これ完全ななんか研修プログラムになるなと思って、今うちのスタッフの研修にも使ってるんですけど、今度売ろうかと。これは一般の B2C でも読解力研修っていう風にサービスで販売できるし、あとは B2B 会社の研修でもやると。で、会社の研修では、はい、その社長さんに毎日ボイシーで喋ってもらう、社内語で、要は俺喋るの苦手やっていう人も、はい、外に向かってはきついと思うけど、はい、社員に向かって喋るのはやんなきゃダメだから、これだから超大企業でもできちゃうんで、むちゃくちゃボイシーって可能性がなんかいっぱいあるなと。なるほど。で、最終的には採用にも使えるなと思ってて、はい、それはあのうちなんですけど、はいはい、うちは B2C で一般の人に読解力研修を提供して、そこに生徒さん入ってきますけど、その中で、あ、こういう能力があるって分かっちゃうんですよ。あ、はいはいはい、コメントを読んでると、その人がどういう思考パターンで何を生み出せって、どういう特性を持ってるか全部見えちゃうんで、あ、この子今うちのこの事業を任せられるって言ったら、うちで働かないっつってうちで採用していくっていう、スカウトツールにまでなるっていう、ちょっとやばいことになってるなと思って、だからインターンシップのスマホ版みたいになるんで、逆に毎日、しかも、うちカモイングリッシュっていう英会話スクールをフランチャイズで今後やるんですけど、フランチャイズオーナーの管理って、最初のうちは大体みんなモチベーション高くて、売り上げも最初上がるんで大体盛り上がるんですよ。で、1年とか2年経つと、だんだん売り上げが苦しくなってきたりすると、本部の文句を言うみたいな、これもうフランチャイズあるあるなんですよ。そういう時に、ずっとこの読解力研修をやってるから、鴨頭義人の毎日の考え方を聞かざるを得ないんですよ。なるほど。で、トップも変わっていくじゃないですか。1年もすれば別にベローチョなので、それが分からなくなると離れるんですよ、フランチャイズって。でも毎日聞いてそれをやってれば、ずっと同じペースで成長できるから、フランチャイズ管理も完璧にできると思って。なるほど。だからそれぐらいこれビジネスに使えるんで、ちょっと尾形さんを神様だと思って崇めてて、でもあのそう、お礼が言いたかったのは、はい、西野さんがやってなかったら僕ボイシーやってないんで、とりあえず西野さんがやってるやつは全部やっとこうみたいになってて、僕最近それむっちゃ言われるんですよ。なんかあの新しいサービスが立ち上がったら、まあボイシーはあれですけれど、例えばわかんないです、じゃあケンスーさんが L っていうサービス立ち上げた時、一回ちょっと使ってくださいみたいな、そのエンジェルインフルエンサーみたいな、わかる。なんかとりあえず一回やって、一回それをみんなに広める係になってます、最近。いや、だからそう考えると、ほんの 7,8 年前にいわゆるクラウドファンディングだったりとか、オンラインサロンとかやった時に、なんかあいつ変なことやってるって言われた時期から、やっぱり完全に文化変えましたよ。いやいや、どうせ今でも言われますよ。いやいや、言われるかもしれないけど、いや、ちゃんとその動きを捉えようとしてる人たち、いわゆるフォロワーみたいな人たちが増えてきて、しかも当たり前って言えば当たり前なんですけど、あの西野亮廣の動きをちゃんと押さえておいた方がいいよねって言う人たちって、やっぱり時代の先を走ってる人たちが多くて、影響力をこの人たちも持ってるから、すごい文化を作る上ではいい、何の契約もない組織にもなってきて確かにこれいい流れだなと思って、確かにいい世界が作れる流れができてますよね。はいはいはい、めっちゃいいな。でもすごいですね、それを、まあ、そういう始めるきっかけがあったとはいえ、こうやってお好きなんですか、そもそもね、教育とかそういうのをこう、そして体系化していくのが。あ、お好きですね。はあ、お好きですね。成長させるのが好きなんですか、やっぱね。マクドナルドで25年働いてるのが初期トレーニングなんですよ。なるほど。18歳から43歳まで25年間マクドナルドにいて、はい、でマクドナルドってそのハンバーガー屋だと思われてるんですけど、はい、全然違ってて、はい、あれ人材育成機関、なるほど、教育機関なので、はい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 、アルバイトスタッフさんって僕が働いてた頃で17万人いるんですね、はい、へえ。で、しかもそのうちの、まあ、5万人から6万人は、はい、新規採用、1年間に5万人から6万人採用してるんですよ。で、そのうちの多くが、15歳、要は中学生卒業したばっかりの初めて社会に出るっていう子たち、はい、その子たちを教育するっていう会社なので。素晴らしい。ハンバーガー作るなんて誰も作れるので。いや、
ただ人の教育が全てだったんで。なるほど。だから体系化していくとかはもう当たり前というか呼吸レベルでやっていくことなので。一番苦手です僕は。いやでも、はい、チムニータウンのあの子たちを見てるとちゃんと成長してるから。いやそんな別にその教育プログラムなんかないですよ。もうお前フェルトでやってこいとか。お金だけ渡してあとやってこいっていう、むちゃくちゃ乱暴な、育てる気がないですもん。だっていやでもちょっと僕あんまり分かんないですけど、はい、いわゆる吉本興業と言われるようなとことか、はい、要はエンターテインメントとかの業界っていうのは、はい、人材育成って あるんですか、仕組み。いや実際、じゃあ今お話があって確かにと思ったんですけど、じゃあ NSC っていう養成所があるんですけど、うんうんはい、何も教えてくれないですよ。やっぱそう、別にあのそこじゃあ価値がないかっていうとそんなことはなくて、はいはいはい、そこに同じような志を持ってる人たちが集まって、うん、じゃあ、パッて周りに見たら、南海キャンディーズがいてノンスタイルがいて誰それがいてっていうので、あいつらもうこの1週間であんなやったんだ負けてられへんっていう。だから NSC もむちゃくちゃ意味があるんですけど、環境的にはむちゃくちゃ強い。むちゃくちゃそう。だから環境はもう最高なんですけど、じゃあこうやってこうやってこうやったら漫才が作れるようになりますよとか、コント作れるようになりますよとか、売れるようになりますよっていう、そういうプログラムは一個もないですね。なるほど。でも、ね、やっぱ そうやって育ってますね。うちはうちってか僕はそれは全部仕組みにしていくんで。いやでもそっちが本来はその会社だったらそれが絶対正しいですよね。そのちゃんと体系化して会社じゃないですもんね、吉本興業。吉本が別に会社じゃないですね。だからでも会社としてはこうなきゃいけないのに、チームにいたら全然ないです、こういうの教えてください。うちはだからこれ以外にリアルの研修もやっぱり第1回第2回とかって、最初はキックオフミーティングとかって鴨頭の人の理念をとにかく浸透させるみたいなのやったりとか、あとはこの読解力トレーニングも何のためにやってるかをまずはやれって言ってやり始めてから説明する。なんか最初に説明する人多いんですけど、説明しても分かんないからやると説明が入るんで説明したりとか、あとはまあうちはビジュアルもビジュアル採用つって顔がいい子しか採用してないんですけど、その子たちをもっと美しくするためのビジュアルの研修やったりとか、で今度はインスタグラムの先生呼んでインスタグラムの研修やったりとか、もうその子たちを全員あのインフルエンサーにしていこうとしてる。今最初鴨頭義人が集客をやるけど、はい、そのうち鴨頭義人がいなくてもこの子たちに人が集まるっていう風にやっぱり店舗ビジネスはやっていこうと思ってるんで、はいはい、そういう意味ではやっぱ人材育成がもうビジネスそのものだな。なるほどなるほどなるほど。とやろうとしてるんで、でその時にやっぱボイシが綺麗にはまって、最高っすね。でも要はそんな喋ることありますね。なんかいやよ、いや誰が言うてるの、誰がそのまんま打ち返したいわ。めちゃめちゃ喋ってる。そんなでもボイシ2つやって、まあ、サロンの方とだから同じじゃないそのままトレースしただけで。いやでもすげえなそれ。まあまあやっぱ馬力半端ないですね。おいやまあまあ誰に言われてるのかな。やっぱ馬力半端ねえな。